大型のシーバスを求めて全国を旅するシーバスジャーニー。今回は長崎県の諫早市を拠点に東西南北を駆け巡る。2020年の初超高、一体どんな超過となるのか。はい、こんにちは、シーバスジャーニーの村岡正則です。今回のですね、旅先はこちらになります。はい、穏やかで今日は晴れ渡ってますね。ここはですね、有明海です。で、今有明海北部の一番どん詰まりの方に来てるんですが、まあ、向こうに見える高い山が、島原半島ですね。長崎の雲仙普賢岳で、今回はですね、長崎県の諫早市を拠点に、この有明海、それから、反対側のですね、東シナ海、それから真ん中にオームランという、潮の満ち引きがあんまりない内海があるんですね。で、この長崎県ってもう非常に複雑な地形をしてますので、タイドグラフなんかももう3つが全然バラバラで動いているような全然違う海、その3つの海をちょっと駆け巡ってみようかなと思っております。まあ、3つの潮が全然違うってことは、例えば1日に4回干潮が打てたり4回満潮が打てたりとか、そんなこともあるかもしれないってことで非常に楽しみにしております。で、逆に振り回されたりしないように、まあ、しっかり地合を抑えてやっていきたいと思ってるんですけど、今はですね、1月の初旬ってことで、ちょっとね、やっぱ全国的にシーバス厳しい時期なので、なかなかいい釣りになるか分かんないんですけど、過去ですね、自分が長崎はもう何十回と来てるんですが、その中でいい釣りしたポイントなんかも入れながら、なんとかいい魚をね、手にできるように頑張ってみたいと思います。前回は2019年10月上旬、鹿児島県錦江湾を訪れた。外れたと思ったら、ほら食った。ああ、また生後だけど、もう序盤はシーバスを発見するも生後に悩まされたが、まとまった雨が降った後に狙いを絞り込み、待望のヒットを導いた。狙い通りの位置だった。よしよし、外れんなよ、外れんなよ。おっしゃやったー、釣ったぜ。よし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 、やったー。苦労したー。最終日の一本、しびれんなー。これがジャーニーだよね。楽しいな。厳しい展開だったが、ノーフィッシュを免れた村岡、果たして今回はどんな展開となるのか。シーバスジャーニー、今回の舞台は長崎県諫早市が拠点、有明海や東シナ海がフィールドとなる。2020年1月8日昼過ぎに長崎に入り、ポイントの下見をした後、有明海西部のポイントを訪れた。潮位は干満によって4メートル上げ下げするとのこと。はい、まずはですね、有明海側に来ました。で、ここは有明海のだいぶ北の方ですね。もう佐賀県と長崎県の県境付近になるんですが、まあ、岬状の地形があって、まあ、こういうふうに大きな岩が非常にゴロゴロしているエリアですね。で、その岩が多分沖の方まで続いていると思うので、まあ、そこについているスズキを狙ってみたいと思います。で、ちょっと本当は干潮時来たかったんですが、まあ、今日飛行機で、飛んできて、今上げ7分ぐらいですね。まあ、ちょっと状況を知るっていう点でも一回まずやってみて、状況をね、把握したいと思います。で、先発は邪道のヨレヨレ、大きい方ですね、78でいきたいと思います。まずは8センチのシンキングペンシルで流れ、地形変化、ベイトフィッシュなどをチェックしていく。今日は低気圧がね、通過して、さっきね、飛行機で降りた時はもう雨上がりの、もう爆風が吹いてたんですね。
でも各地で強風で被害が出るぐらいのね風だったんですが、ようやく穏やかになってきて、ここから潮回りも大潮回りでいいので、期待してきたい3日間です。でもちょっと初日なんで、なるべくこう、無理せずですね、気持ちよく釣り入れるように心がけながらやってきます。てかやっぱどう見ても遅いな。あと1時間ぐらい前に来てたら、あのなんかモヤモヤしてる辺ものすごい怪しいなって感じなんですけど、あの辺まで多分岩があるんですね。地形変化がすごい激しい感じが 100メーターぐらい先まで続いてるんですけど、まあ今からこっからじゃあね、手前5、60メーターしか攻めらんないですから。予想以上に水位が高いようだ。これもアウェーの村岡にとってはよくあること。これから徐々にそのギャップを埋めていく。でだいぶ水が濁ってて、まあ有明海の北に行けば行くほど濁ってるんですけど、まあ、かなり濁ってますね。先ほどまで降っていた雨の影響で水は濁り気味。果たしてこれがいい状況なのか、周囲を扇形に探りながら確かめていく。ここでさらに広い範囲を探れるようルアーをチェンジする。ルアーサイズをねどうしたらいいかがちょっと悩ましいところです。ルアーをバシュートですね、バシュートの100に変えます。 40g ある新品なんで、ちょっとこれで飛距離を出していきたいと思います。で毎年ね、その対岸の方の島原半島では、ジャコパターンとかサヨリパターンとかでね、こういろんないい釣りできてるので、多分こっち側も似たような感じかな。でも水の水色全然違うので、ちょっとこっちはこっちでねパターンありそうですけど、ユーマ詰めでね、魚もシャローに刺してくるタイミングですから。で沖から沖に向かってね、このなんか大きな石がゴロゴロ入った地形してるので、まあ、絶対その石伝いにねこう浅い方に入ってくると思うんですよね。でうまいがその正面の方から潮が刺してるんで、なんかその流れに乗ってね来るような気がします。で魚かかったらちょっとこうゆっくりファイトすると切られちゃいそうな地形してるので、もうちょっとゴリゴリでいきたいと思います。もう日没ですかね。暗くなってきた。ちょっとあと1時間早く入りたかったな。これはね多分ダメなパターン。ちょっと待ってください。打ってる方向は合ってると思うんですよね。ダメだったか。ここはアウェーの地、ファーストスポットから当てるのは難しい。その夜訪れたのは長崎市に位置する八郎川。外海の東シナ海に面するエリアだ。村岡が20年ほど前から通うとっておきのポイント。ここでヒットするのは大型のランカークラスが多いという。橋の常夜灯が作り出す明暗部が狙いだ。
夜になりまして場所を変えました、ここはですね長崎市内の河川なんですが、まあ、要は日本海違う東シナ海側っていうんですかね、長崎県で言えば外洋を向いた側にの河川です。で川幅 200m ないぐらいの小さい川なんですが、僕らが着く前に多分ざっと雨が降って結構雨水が出たかなということで、まあ、ちょうどいいぐらいですかね、笹濁りで。なので、まあ、この雨の後したら川っていうね、まあ、セオリーを押さえつつ、まあ、この間に2つの、明暗がしっかりした橋がありますんでそこをやってみようと思います。で今下げ3分ぐらいでいよいよこう下げがスピード出てくる感じ で稲子とかもねチラチラ見えるんでちょっと期待していきたいと思います。で先発はですね邪道の兄さん、まあ、明暗でね本当に活躍するラーなんでこいつから入れていきたいと思います。まずは10センチのシンキングミノーをセット、明暗部を上流から探っていく。まず明暗ですね、まあ、流針っていうのかな、真ん中50センチぐらい掘れてて、で幅50メーターもないな、40か30メーターぐらいしかないんで、もう魚がつく場所はね確実に届く範囲ですね。今はまだそんな流れてない。ここは今から20年ぐらい前にですね、僕長崎県に半年ほど出張してた時があったんですね。でずっとホテル暮らし で最初は仕事を集中ってことで釣り具も持ってこなかったんですけど、まあ、東京のフィッシングショーですね、フィッシングショーがあるんで一度休みの日戻った時にやっぱフィッシングショーに触れて、あ、やっぱ釣りしたいと思って釣り具を持ってまた長崎に戻ってきたんですね。でその時に、3カ所目ぐらいに寄ったのがこの川で、それでねここに入って91センチぐらい取ったんですよ。ですげえ川だなみたいな感じで、ここ一番その出張中通ったんですけど、その間だけでやっぱ5、6本取ったんですね、八丈場を。だからやっぱ出ればでかいっていう、すごい川だなっていい印象しかなくて、でその後 もう何度も訪れてるんですけど、まあ、自分が釣れない時もあるけど一緒に来た人が急上場釣ったり、まあ、裏切らない川なんですよね。だけど魚がいっぱいいるわけではなくて、もう本当に1日1本か2本出るか出ないかっていう川ではあります。マジでね、それが90センチ超えるならね全然ノーフィッシュ覚悟でもねやれますよね。ちょっと前に出ます。どうやって釣ったのか、どうしたら釣れるのか知りたい方は釣りビジョンクラブをチェック。クラブ会員にはもっと釣りが楽しくなるスペシャルな特典が盛りだくさん。釣りビジョンクラブ。